毎回あの部屋撮りなんで何時に撮影してるとかって分かりづらいんですけど、今はですね、また朝です。朝の撮影でございます。おはようございます。ただいま朝の7時40分です。すがすがしい朝です、今日も。朝なんで、朝飯ということになるんですけれども、今回ヤムウンセンを作ろうかと思っております。ヤムってあまりこう麺を使ったヤムってそんなに多くないと思ってて、何回か前にやったヤムママーが1個ですよね。で、今回紹介するヤムウンセン、これは僕はヤムの中で2大麺ヤムなんじゃないかなと思ってるんですね。よってですね、多分皆さんどちらかの派閥に分かれるんじゃないかな。ヤムママ派、ヤムウンセン派。っていうのも、タイ料理屋行ってですね、この2品を2つ頼むってことはあんまないんじゃないかなと。まあ、よっぽど人が多ければ別ですけど、例えば1人でご飯食べに行って、ヤムじゃあなんか1品頼もうかなと思って、ヤムウンセンかヤムママ、じゃあこれ2品行こうかっていうのはないと思うんですね。どっちかになるんじゃないかな。このヤムウンセン派、ヤムママ派、派閥争いが僕は結構ですね、あると思ってまして、僕はまあヤムママ派なんですね。まあ、別にヤムウンセンが嫌いなわけじゃないんですけども、どっちかといえばヤムママ派なんですよ。で、僕のこれはあくまでも印象なんですけど、ヤムウンセンが好きな人って女性が多いんじゃないかなっていう気がしてるんですね。で、ヤムママが好きな人は男性が多いのかな。いや、印象なんで分かんないです。ヤムママが好きな女性もいるし、ヤムウンセンが好きな男性もいると思うんですけど、ヤムウンセンって女性がに好まれる印象なんですね。すごく女性的な印象なんですよね。ヤムママはちょっと男性的なイメージ。ヤムママは作るときはガツガツ作る。ヤムウンセンは優しく作るみたいな。極端に言えばそんなイメージなんですね。だから僕はちょっとなんか、こうヤムウンセンを作るのがちょっとこう、似合ってないんじゃないかな、勝手に思ってるんですけど。まあでも、ヤムウンセン、まあ僕ももちろん食べますしね。ヤムママ派ではありますけども、ウンセン自体好きですから。ゴンオップウンセンもそうですけど。そういうことでですね、そんな私は女性的なイメージを持っているヤムウンセンを今日は作りたいと思います。
ヤモン線完成いたしました。私前回ヤモンマーの時にですね、結構具材を入れて、しまい超大盛りになったんですけども、またやってしまいました。また大盛りです、ヤモン線。まあでも色鮮やかでいいですね。朝ごはんにちょっと量は差し置いて、食欲が朝からですね出てくるような色合いでございます。はい、ではちょっといただいてまいります。うん、あ、すごい優しいヤムンセン。うん、赤唐辛子ももう3本しか入れてないし、僕見たレシピは10本ぐらい入ってましたけど、あんな食べれないなと思ってですね、まあ減らしました。まあやっぱいいですね、ちょうどいい。だからうん、いいですね、朝からヤムンセン。あんまりちょっと辛すぎるとね、朝から刺激が強いですけど、野菜もいっぱい入ってるし、なかなかおすすめですよ、これ。エビも。うん。朝からこんなでかいエビ食えたら幸せですよ。まあ、もうちょいライム絞ってもよかったかなと思います。もうちょい酸味があった方が。すべて完食し、コーヒーをいただいております。ヤム温泉の後の温かいコーヒー、なかなかよろしゅうございます。やっぱ朝ヤム温泉いいですね。朝はヤムママじゃないかもしれないです。まあ冒頭の話なんですけども、ヤム温泉派ヤムママ派、皆さんどっちですか？まあ一人でタイ料理屋さん行って、ヤム温泉かヤムママどっちか頼もうってなった時にどちら頼みますか？ヤム温泉派ヤンママ派、まあどちらも別に好きじゃない方は別にいいんですけども、どっちかにするならどっちみたいなことをですね、ぜひちょっと教えていただきたい。ヤム温泉派かヤンママ派か、そしてヤム温泉好きには女性が多いという私の説はどうなんだろうかということも気になっております。実は違ってんのかもしれないですけども。ということで、私はこのコーヒーを召し上がりましたらオフィスへと参りたいと思います。では今日はこの辺で、ごきげんよう。